忘れかけた時に一人現れた思ったらまた消えてそんじゃそこらのばばじゃないやらし恥ずかしなど何もないなんで覚えてるのその頃僕たちはプラモデルやラジコンに夢中で家に帰るのも忘れて遊んでいた。青年になっても僕たちは車やバイクにかっこいい音楽そして女の子に夢中で家に帰りたくなかった。そして現在素敵な妻と可愛い子供あかりのともった温かい家だけど、たまには家に帰りたくない夜もある。男同士で語り合い、明かしたい夜もある。いつまで経っても僕たちは子供なんだ。そんな思いを馳せながら、今日もガガの夜は更けていく。ボスに思い入れはある。ほら手動かしてね昔さ、うん、ほらここの前のコース、うん、時にやってじゃない、うん、何台か走らして、うん、あのあれここ、うん、このここが今まさに今ここ、うん、ここでオフロードコースだったの。そう、うん、その時に、うん、2、3台だかな、うん、誰で見てて、うんうん、やべえかっきーと思って。宇野とかが走らせたの。宇野くん宇野くんかっこいいと思ったの。恥ずかしながら宇野やるなと思っちゃったわけなんですよ。じゃあ昔のその当時のトップホースの思い入れとかは特にないわけ、うん、全然ただね、うん、存在は知ってたけど、うん、存在は知ってる、うん、あとほら、佇まいがかっこいい。佇まいよね、これ、うん、これ前からのあの写真の写し方もすごくずるいよね、これね、うん、なんかすげえ後ろに、うん、そう、うん、最後、ほら、何あのウイングまでがこう繋がってるみたいなボディフケ全てがこれはずるいよね、ずるいトップスはずるいと思う。何なのこれは。ごま油。おー、かっこいいとかじゃないよ凝ってますな。あのほら、うまいかまずいから。でも残念ながら、すごいマスター。そう。これなんか誰かやってたのこうやって。YouTube。なるほど。そうです。あの一人今流行りの一人キャンプ。ソロキャンプ。ソロキャンプ。どうやらねソロキャンプっていうのをたしなんでるらしいですよ。これ何食べる？塩。ああ、塩だね。塩だね、やっぱり。醤油とかも。やっぱりね、素材の味を分かるにはやっぱ塩がいい。椎茸の塩は、ほんと初めてだったけど。あ、マジで？これ、わさび入りの塩ってあるいいよ、それやってみる。ごま油の塩もあるよ。それ、いいよ。ごま油かかってるから。そっか。うん。やっぱこれだね。それ何する？クレイジーソルト。これハーブソルトも。あー、してる。あ、ちょっとね、俺こういうなんかね、いい意識高いのがいいよ。これさえかけとけば何でも多分うまいと思う。これなんかね、クレイジーとかつけて、これスーパー並んでるとなんかこう、うんうん、こういうのをね、俺はね、軽薄な塩と呼んで。マジックソルトって。まだこっちの方がいい。そうだろ。いや、クレイジーとか軽薄だって絶対。多分ね、ハーブ三つ星シェフダニエル・マルタンのオリジナルレシピ、これでいこうトマトパウダーよ、これハーブと。野木先生、はい、ギャラリーが
入りまして、やっとこう、普通に緊張が解けてきましたね。一人でも見てると緊張するね、これね。特に初めてのことだからね。うん、これは何これ？かっこいいとかじゃねえよ。これ使うと多分やけどするから。日本酒でもじゃあ、この岐阜用あちゃ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 あつ沸いてた揮発するあのアルコールで喉やられるわこれまだこれ前菜でしょ全然前菜、うん、ズッキーニ俺食ったことないけどさ。俺生まれて一度も。ズッキーニってあの芋みたいなやつ。ちょっと違うかもしれない。多分俺思うに、うん、ナスとキュウリ。ああなんかそんなやつか。ああはい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 。あのあれね。ズッキーニね。おおズッキーニ。まあいつも食ってるわ。本当。芋の味に似てる。なんか芋あそうね言われてみるとなんかこうキュウリのようなナスだからね。うん、ほうほうほう。今日は初回だというのに雨ですな。どうせですね。しとしとと。いいですな。これもな。こういう時も。いや雨でできるのはいいですよやっぱり。ね、いやでもねいいよこのね。まずやっぱ男というのは焚き火、火遊び、火遊びが楽しい、やっぱり。こう寂しさ、ちょっとしたこう切なさ、寂しさもあり、まあ、そうだと思うけどね。この辺とかはイノシシとか出てくるかもしれないから。ね、それなりにやっぱりアウトドアは。かっこいいからどこじゃない。服部さんの分もできたじゃないですか。ありがとうございます。ちょっとかっこいいと思ってるでしょ。全然。こんなもんは。かっこいいとかさ。自分に用とかじゃない。おい。ああ。うわ、うん。ちょっとこれ生産能力が少ないね。パプリカ。かじるの？おしゃれとかじゃない。マジで？マジで？なんかでも僕はるちゃんね、うん、もうちょっとこう男飯的なこういうね、着とったやつはね、うん、いいのよ別に。この後や。あ、なるほど。もっとこうザーバーバーみたいな。こうまだ早いと。ごま油？これだから火が入る。ああそうね、火入りやすい。一応服部さんね、なるべくラジコンに結びつけよう。なるべくね。なるほど、復刻について、うん、どう思うとは随分漠然とした。けど服部さんはターボプキマがかっこいいらしいですよ。はるちゃんのその辺知らないでしょ。あんまりよく知らないんですけど、うん、ほら前ちょっと話した時にさ、うん、カタログ見たじゃん、うん、教書の、うん、ちょっと惹かれた。 あのフォルムはかっこいいと思う、うんうん、今時のやつを見慣れてしまったからかもしれないけど、うん、まあでも正直ね、うん、あの当時のはめっちゃかっこよかった、ね、いやかっこよかった、うん、ターボオプティマにしろ、うん、スーパードッグファイターにしろ、うん、まあ表彰とかかっこよかったね、やっぱり。うん、なんか最初のブームあったでしょ、オフロード部分、サイキングロックとかウルとか、はい、であの辺のちょっと、なんだろう、いろんな色物もいっぱい出てきて、うん、で、ちょっと世の中の結構少し、ちょっと多分ね、競技志向になってきて、はいはい、ちょっと速い車がかっこいいとか、すごいってなってきて、はい、まあ、よくもドッグファイターにしろ、強勝のあの、オプティマとかにしろね、結局、オプティマにしろ、あのレーザーにしろ、うん、勝つための競技マシンではできたでしょ、うん、あの出始めた頃で他にいろんなメーカーね、聞いたこともないようなメーカーとか、ね、もうこぞってこの競技
方向のやつにこう参入し始めた頃、はい、まさにこう黎明期が終わってこうちょっとこう盛り上がる、うん、あの頃の感じがすごいね、うんうん、あれがすごいね。その中にターボオプティマもしかり、ターボオプティマミッドとかね、あの時代のは確かにかっこいいね。僕はね、あの時代で言うと結局なんか中学校ぐらいでもうね、なんかいろんなことに目移りして、はいはい、でもラジマガとか買ってたし、お、うん、あのアンテナは張りまくってたけど、うんうん、結局買えずに終わってたけど、すげえ一番欲しかったのは、多分2人とも知らないけど、うん、AYK のブーストってやつ見てて、知らないでしょ、うん、知らない話終わるでしょ、ね、ブーストってのがあったのよ、超額買ったのよ、お前地面に張り付いてるの、あの写真がね、あ写真が写真がね走り云々の話をするとそうそうあるよ、そうそうそう、でなんか世の中が多分ね、ちょっとベルトクロールすんのかなんかの時に、うん、あのねブーストはチェーンクローで出してきたの、名前もいいし、見た目もかっこいいしね、うん、もう、うん、ほんとね、もう欲しかった、ほれほれかっこよかった、ほれほれしたじゃあほんとね、これ夜画家だから言えるけど、うん、何やっぱり言わないとこうかな、ピー入れとけばやっぱね、大人になってね、うん、ほら大人というか、まあ、思春期、うんまあ、17、7とか8とか、もうやりたい盛りよ、ね、やりたい盛りよ、19、20とか、もうね、あの時のほら、凄さってあるでしょ、うん、あの、うん、もうあの神様のこの、ね、神様がこう、俺たちを後押しするわけわかるでしょ、あれはあの力はもうあらがえない、あれと多分同じぐらいのパワーが、うん、その中学校1年とか2年の俺に働いたね相当やってこと、うん、働いた、あーブーストだねやっぱり、あの時代のもので俺が欲しかったらブースト、うん、ハトゥさんは？ああなるほどね。うん、まあホットショットも出た時はね、なんだこのすごい化け物だと思ったね。なんだこんなかっこいい車がこの世にあって、今全部思ったけど、うん、フォックスも思ったし、うん、ワールドワンも思ったけど、うんまあ、その中でちょっとホットショットだけは群を抜いてたね。僕はどうやって食べるんですか、あるちゃん。塩。塩でね、はい、ブーストかっこいい、ブーストかっこいいでしょ、ちょっと見せてよ、おお、これ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 この黒いホイールがすごいスパルタでしょ、うんうん、このオレンジ黒に色も統一してさ、これはいいぞ、これはいいでしょ、かっこいい、これもこれ欲しくてさ、これでさすがもオレンジよこれ、うん、まあこのラジコンマガジンでこいつが、うんうんうん、静止画だけど早いこと早いこと脳内で脳内で地面に張り付いてるのよ、うん、当時ねそのゼルダかな、うん、ヒロボーからゼルダとかね、はいうんまあ、多分同じで多分ね強将はね多分ねこの時代ジャベリンとか、あジャベリンかっこいい、あ多分ねジャベリンとかもう一個先進んだぐらいのレベルじゃなかったかな、プログレスとかの時代は多分終わったんじゃなかった、違ったかな、だと思う、多分プログレスとか、もうはるちゃん知らないと思うけど、うん、無限のブルドックとかね、うん、エアサスのラジコンだったえ、エアサスなんてあったんですか、あ、知らないの、知らないです、エアサスよ、エアサスラジコンで、エアサスで、しかも 4WS おぉもうやばいし、マジですごいそれ、すごい車あったね、もうクソも走らなかったけどいや今だから言えるけど全く走らないけど
すごい車があったの。でそれは結構色物として、多分そのちょっとあとだね、だからちょっと走る車っていうのに結構みんな興味示してきたっていうかね。これまだ食べれないですか？ゆっくり食べるもんかな。あ、なるほど。これなんか、うん、アルコールストーブに網置いて、もうなんかズッキンとか焼く？これで網して焼けばいいでしょ？これも、うん、パプリカはやっぱり、これお国はどこ？イタリアですか？フランスですか？イタリアですか？これピーマンじゃないの？パプリカじゃないの？パプリカとピーマンって何が違う？まあ原産国。フルーツキーニ。これはね、え、どうやって来るんですか？これ、ね、撮影しよう、はい、あ、なるほど。え、これどうするの？このまま。え、このまま置くの？うん、皮を剥かずに。まあ、現段階では僕はパプリカをまだバカにしてるよ。雨の中でもこうやってできるもんだね、うん、ね、このテント一つで、うん、タープ一つでね、うん、AYK のクワトロとかあったよ。で、そのファントムっていうのはあったんだけど、うん、多分最終的に多分4駆じゃ勝てなかったんだろうね。ああ、うん、そうなんですか。一元をタイトル誇ったけど、多分、いや知らない、俺の妄想よ、うん、妄想、うん、なんか多分、やっぱアソシが早かったんじゃない？なるほど、うん、結局もう食えばいい？話の子、パプリカ、うん、食う、パプリカいただきます。これあのね、まあ言うわ、うん、うまいかまずいかで言うと、うん、まあうまい部類には入ってる、うん、ほうほう、パプリカね、うんうん、甘いか甘くないかと、まあ甘い、うんうん、ただ感動があるかっていうと、うん、うひょうっていうものはないね。いやいや、俺すげえうまくいったと思う。羽鳥さんもちょっと食べてみて。うまいよ、うん、美味しい。いや、うまいけどまた食べるかって言ったらちょっとまたあれかな、うん、感動はないでしょ、うん、これと牛タンのどっちがうまいかって話。まんじゅうとキットカットどっちがうまいかって話。まんじゅうやろ。